はい、おはようございます。ブッキーメジャーベンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、キンキンブッキーの動画やっていきましょう。やります。今日までの直近8日間で7日仕事してまして、本当に舌が回らんぐらい疲れてますね。やばい。ガブッとブッキーメジャーでテンション上げていきましょう。さあ、今日飲んでいくのこちらです。買ってきました、ひなのホワイトビール。アルコール分 4.5%、 原産国がタヒチってなってますね。詳しく知りませんが南国だと思います。ここのラベルのこの子セクシー、やば、黄昏れてますね。いいですね。 4.5% じゃね、ガツッと来ないと思いますが、でもどんな色に用意してる、ちょっと楽しみなんでね、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。うーん、テンション上がるジョッキしか勝たん。さあ、行きましょう。あー、やばいな、もうほんと体中が痛い。おっと、色は薄めだ。こんな感じか。お、飲みやすそうだなこれ。しかもホワイトビール飲みやすいですからね。うわぁ、かなり色があれだな。薄めっていうか、あー、やば、うまそう。相当フルーティーな匂いがします。やばいですね。サーブ決めていきましょう。タヒチ、違う、ひなのホワイトビール、いただきます。いってきます。乾杯。あー、絶品ビールきた。うわー、うまっ。これもジュースみたいだわ。くそうめ。あー、やば、飛びそう、マジでうま。あー、はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。今日のやつこれ初めて飲んだんですけど、アルコール分 4.5% っていうのを見てて、ちょっとね、舐めてましたね。期待値低めでした。あんまりそそられんけど、とりあえず買ってみるかって買ってきたんですけど、飲んでびっくりでしたね。これなんすよね、飲んでみないとわかんないんすよ。匂いと味が良かったっすね。 IPA とはまた違った感じで、柑橘系のなんかフルーツのジュースみたいな感じの味がしました。本当に美味しかったっすね。さあ、ってことで、ね、美味しい一本でした。もしかして飲んでみたくなった気になった方でしたら、ぜひね、ぶっ決めてみてください。さあ、最後、次回予告です。明日もね、ビール行こうと思います。これですね、ブリュードッグの飲んだことないやつで、デッドポニークラブって名前のビールですね。ちょっとね、ぶっ飛んでますね。なんかもう、やたらめったらかっこいいんすよね。しかもこれも IPA だ。うわ、楽しみ。あ、アルコール 3.8%。かなり気になりますね。とりあえずね、明日こいつぶっ決めていくんで、終わった次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。疲れ飛びました。美味しかった。オーレサンクス。うまい。